まだ3枚ありますよ、足してね。水原の単数マンが1枚、大井のいいスーピンが2枚、4のめくり合い、スーピンなのかスーマンなのか。これ安牌が完全安牌が切れてるのかな、なんかだいぶ苦しそうですよね。なるほど、うん、いたか。いやー、ナスハイヤー。いや、これもね、大きいですね。マジかー。いやー、選択大正解でしたね。いや、大正解でしたね、大正解でしたね。はい、素晴らしい。村上さん、はい、水原名前でした。いや、最初は痛いんだから。すいません、最初痛いんだから、はいはい、そうですね、はい、いやー、ここは枚数少ない水原競り勝ち。大井が4番手に交代。大井はマンツモで1着順、はい、金マンなら2着順ですね、はい、で、渋川と松ヶ瀬は漫画のツモですね。出上がりちょっと届かないですね、はい、さあ、水原なんと一打白1枚。ちょっと形はいいとは言えない。パーツは取れてます。そうですね、なお泣くかどうか。おお、トップ目の松ヶ瀬がいいか。一面つり安面。さあ、マンガンツモが欲しいのが渋川。うん、赤があるからね、はい、自然にリーチまで行けば全然ありそう。マンガン、リーズも単位は大事じゃないですか。これは大井が一番良いですね、条件も込みで。はい、だから白がね、山に全部あるのかな、3枚、うん、なので水原は白を引けば大チャンス。水原はセミファイナルシリーズ本当にもう回避しようもないような4着がここまで7回連続だから、はい、これは自分もね、あー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 あああああ、ちょっと待って、また水原8連続、あー、来た来たよ、来たね、パック来たよ、来た、これ慎重に選びたい。珍しい、村上さんが画面刺すなんて。いやいやいや、興奮してますね、村上さんも。さすがにいつもしてますけど、はい、まあ、あんまり興奮しないでねって言われてるんで。あー、ちょっと待って、ペイさんは言っちゃった。3着してる。これ仕掛けできますよね。えこれウッパーソーも泣きます。泣きます。はい、関連安品にします。いや、そうなると松ヶ瀬が風林火山に3勝目を届けると、4勝目かを届けると大変なことになりますよ。もう大変なことになりますね。はい、いやー、ポストシーズンの鬼風林火山、強い。いや、これ2品出るパターンもあるし、ウッパーソーこれチーだもん。チーほら、これ地位出る方ですよ。そう、地位のローン、地位、はい、うわ、これ2品収まるの。はい、いや、2人換算品持ってるんですよ。いや、無理だな、これ。しかも3品がもうすでにこれ2枚ないんだもんね。で、渋川3品持ってるよね。どっちか出ちゃうよ、これ相当出るよ。どっちか出ちゃう。そして出なかったとしても結構これ、まあ、とりあえず3-1ですね。これが2冊3-1ですね。これ次の仕掛けが2品になっちゃう可能性高い。そうですよね、1枚3品見えちゃってる。あー、中筋になっちゃったよ。あうわ、こりゃみんなで2品捨てちゃいますよ。しかもこれ3品が出たら余計にね、2品切るもんね。あらー、逃げ切ったか。かなり逃げ切りが見えてますね。相当ですね。あー、でもこれ9番だ。いった9番だけど、これ日頃のいいシャンテンなんですけど、ね、でも3品引いちゃえば。そうね、ね、それ言うならこっちも3品引いちゃえば。そう、3品引いちゃえばいい。まだこれは世界に2枚ある。そうね、ドラゴンボールよりは多くはないかもしれないけど、ない、うん、2個あれば十分で。2品も2個ある。2品が2個あるね。だから別に出なくても積もるかもしれない。大井はでも3層引いた時はどっちありますかね。あ、ちょっとポンって言ってる。あー、これ2品かも。いや、嘘、わかんない。いや、2品かも、ローピンかも、ヤンゾーかも。ヤンゾーまだ放流になったね。なんかもうおっとろしい感じ。ハグ使うんだよ。ポンポンポン、どっち、どっち、今日の気分はどっちなの。いや、これ上がりたいからローピンじゃない。上がりたいからローピンじゃない。換算ピン、うん、ほらほら、換算ピンだ。上がりたいからね、上がりたいからね。いや、もう分かんなくなったよ。うん、引っ掛けちゃったね、これ換算品ね。いけるの？いってる。すげえ。サンフードだよ。大長打。サブローソ結構怖いっすよ。怖いっすよ。これは怖いっすよ。もうローピンの近く頭になってね、はい、サブローソになってたっておかしくないんで。うわ、僕は三層通したか。うん。お渋川はね、あんまりいけないな。もうもはや。このラスになっちゃいますもんね、これ。そうそうそう。うん、これごときじゃね、2から4は受け入れらんないんで。これはちょっと、まあ一旦4にはならんけど、これはちょっと行きづらいな。いや、もうなんなら今ローピンもありますよ。あー、ローピンか、持ってるのか。もしくは三蔵切りもありますよ。もうなんかだって、このまま松笠上がったら、あ、そうそうそう、松笠上がったら2着なんで、これ結構受け入れてもいいかなっていう気持ちになってますよ。ただ大井は全然そんな気持ちになってないんで、
こういう3層引いたらローピン打ちそうだな。そうね、でもねこれウーピン引いたらもうジエンドだもんね。はい、ウーピンはもう助かりません、ね、なに、まあこれは切りやすいか。いやでもこれ松ヶ瀬だって3ピン打っちゃうんじゃないの。最後ローピンで危ないけど3層通ってマンズが結構もう通りそうなんですよね。そうだね、スッチーマンが一応あるか。そうそうそう、スッチーマンが先に逃がしてるかもって本人ちょっと思ってそう。うわーこれ渋川どうすんの。とりあえず初イーマン切るの。いや切らないね、降りるよね。いや降りるんだったらもう全然いっぱいあるっすけど、まあ、ありますね。そう、そもそも今行きたがってるから止まってると思うんですよね。初か、一応マンツもトップだから50ポイントもらえちゃうから。だけど初で打ったらもう水原に打ったら4着戻してきますよ、ね、無理無理。そうだよね、無理だよね、無理だよね。おいは何が来る、天杯まで行ってみて。なんだなんだ、わからない。あー三色にそれから宝珠でもローピンは通ってる。いやこれリアローピン打つと思うな。確かに大井さんだよ、ローピン切って1か。だって水原だってローピン切ってリアローピン全然ありますもんね。そやな、そやな、まあ全然はない。あーまあそっかそっか、先にパーピンポンすもんね、あでもいや、まあ全然はないな。やっぱ346よりは246の方がありそう。リアンピン切ってリーチもあるか。あーリアンピン切ってリーチかなるほどね、ちょっと見たかったよね。関西ピン松ヶ瀬手震えましたね、震えてましたね。珍しい、これ初めて見たかもしれない。もぎ取ったトップ、白の強打に続いて3走まで打ち抜いた松ヶ瀬、トップを守りきりました。そして水原はねついに悪夢を一つそうです、ね、悪夢のジンクスを一つ打ち破ることに成功しました、はい、さあ松ヶ瀬トップを取って風林火山が乗ってきましたね。これで7004トップですよ、セミファイナル。強いですね。来まして、来まして、来ております。これは完全に来ております。いやこの男の復活は風林火山のもう太鼓の音がどんどんどんと町中に山中に村中に響き渡る。さあどんなもんじゃいと今日はいくらつけちゃおうかなといった感じに見えます見えるの本当に、はい